2024年 F1 シンガポール GP の予選でレッドブルのセルジオペレスは Q2 で敗退し13番手にとどまったレッドブルのセルジオペレスは Q2 で敗退し13番手にとどまった写真2024年 F1 第18戦シンガポール GP セルジオペレスレッドブル RB20 ペレスは Q2 最初のアタックで自身の Q1 タイムを超えることができず暫定9番手にセッション終盤のラップでわずかにタイムを縮めたものの他のドライバーたちのタイム更新によりペレスは13番手となり Q3 に進出することができなかったセルジオ・ペレスオラクル・レッドブル・レーシング FP35 番手1分31秒440ソフトタイヤ15周 予選13番手、Q1 イコール5番手1分30秒624、ソフトタイヤ、Q2 イコール13番手1分30秒579、ソフトタイヤ。とてもトリッキーなセッションだった、Q1 はとてもうまくいき、タイヤもマシンも進歩し、すべてが正しい方向に進んでいた。路面は向上し続けていたが、Q2 で突然、ラップをうまく決めることが難しくなった、コンマ一秒しか見つけ出せず、 苦しんだ原因は主にタイヤとブレーキに何か問題が起きていたことだったむしろペースが低下しラップを通してグリップが大幅に不足し正しい状態に入れることができなかった今週末タイヤの使い方がとても難しいからそれについて理解を深める必要があるバクーではとても強力だったのにここでは苦戦している残念ながら Q2 で敗退してしまった スムーズな週末ではなく、昨日からポテンシャルを幾分失ったと感じる。分析すべきことが多いね。このコースはオーバーテイクがとても難しい。これから長い夜を過ごすことになりそうだ。予選後にメディアに対して語り、本当に悪夢だ。Q1 は順調だったのに、Q2 でタイヤに何かおかしなことが起きて、リアをウィンドウ内に収めることができなかった。 とにかくピーキーだった。オートスポーツ Web2024 年9月22日、トリッキーなセッションだった。Q1 はとてもうまくいき、タイヤもマシンも進歩し、すべてが正しい方向に進んでいた。路面は向上し続けていたが、Q2 で突然、ラップをうまく決めることが難しくなった。コンマ1秒しか見つけ出せず、苦しんだ。原因は主にタイヤと、ブレーキに何か問題が起きていたことだ。